はい、えー、今日はですね2021年合格目標のエルゼミ直前春季制の講座のご案内でございます、えー、レックス専任講師の弁理士の安西でございますよろししくお願いしますエル、えー、ゼミ、まあ、こちらから見ていただいたいいですかね、はいえー、今ですね、えー、冬のエルゼミが走っていて ゴールデンウィーク前後で終わるんですねで今年も試験が延期になったということでちょっと間が空くということでこの「エルゼミ直前春季生」ということで講座を設けましたとで他の先生もあの下の方見ていただくとねあの他の先生方も、まあ、エルゼミを今担当されている先生方が多分されてるんだともされるんだと思いますけどね えー、それがあ、後ろ見てもらいましょうか、はいえー、とここか、はいえー、宮口先生と私の宮口安西クラススペシャルクラスは、今のエルゼミと同じように、まあ、月曜日7時から10時と、で先生と私があ代わり番号に出てくるというところですね、はい、全8回ということになります。5月の24日 開校で7月の12日までとで私我々のこのクラスだけ平日の夜なので欠席ウェブフォローがついてます我々のクラスだけねなので生講義来れない方も自宅で見れるということになります、はい、それで先着順ということで どの先生のクラスも定員30名程度ってことでね30名前後で定員を切らせていただきたいと思いますまあ先着順なのでお早めにお申し込みいただければと思いますでうんとエルゼミというかまあ私の講座を受けた方は分かると思うんですけどまあどういうふうにやっていくかっていうのをね話をしますと 私はいつもこの3点セットですか手書きの答案構成とこの「復習の手引き」っていう冊子とあと私が作った簡潔答案例というこの3つセットでいつも解説をしていますでこの手書きっていうのはまあ皆さん当然ね答連で問題解くときには 実際、ね、手書きでやっていくわけなんで、まあ、それをまあ申してと言いますか私も手書きでやりましょうと、まあ、左側に時系列があって、えー、まあ右側に答案構成ですかねを書いていくという形にしていますそれとこの復習の手引きというのはどういうものかというと答案を解くために必要な知識は何かとこれ今走っているレルゼミの第16回のものをちょっと例として持ってきましたけどね 例えばこの時は19条補正が出たので19条補正で必要な知識は何かというところですねあと右側には34条補正なんていうのも書いていたりしますあと何やったっけかなえーああはいあの優先権の種別ね種類種類っつってもいいかな種別っつってもいいかな PCT8 条括弧コ2弧 B というのは過去問にも何回か出てますけどね 自己指定の問題とか意外にこの辺あの分かってらっしゃらない方多いんでねこういったことを背景として持ってなきゃいけないという説明をしたのかなあとはあお,約束あお約束の補正の話とかね、はい、こういったもの問題を特にあたってどんな知識が必要かというものをまとめてます そして簡潔答案例というのでこれはちょっと大きめの冊子になるんですが、まあ、縦20行として皆さんが実際書く答案と同じレイアウトに沿って私が私だったらこう書くというふうな答案を作って渡しているというのがこの簡潔答案例という冊子ですね。はい えー、そして私の講座、あ宮口先生の会の進め方は、宮口先生の動画も多分アップされてると思うので、そちらを見ていただくと。で、私の方は、えー、こういうふうに進めますよ。はい。えっ、ー、と、まず、当練、やります。授業の前に当練、必ずあります。で、えー まあ、それは時間区切って書くんですけども。もえ、答練で書いた答案というのは。ああ、普通の一般的な答練と同じように、答練直後に提出して、いただいて、構いません。あの、今走ってるエルゼミは。あの、一度持ち帰ってね、復習をした上で、次の回まで答案を作って、もう一度作って、出してくださいと言ってるんですが。あ、この春季生の方では。 もうそのまま出していただいて構わないとただし,ただし、まあ、私が採点するんですけどあの採点できないくらいですねあのもう方向性が全然違うとかあのちょっと出来が悪いぞという場合にはですね、えー、復習した上えで自宅で再度作成して提出するようにお伝えしますでその時の答案用紙採点出用の答案用紙はお渡ししますんでねあのもう一度作ってきてくださいというところですね、はい でトーレンだけじゃなくて参考過去問というものも解説したいと思います参考過去問って何かというとエルゼミやってらっしゃる方は分かると思うんですがトーレンの問題があってでそのトーレンの問題を作るために参考にした過去問っていうのがあるんですよ。でそれが載っていますでその解説もします。だから皆さんにとってはその場で ね、渡された答案冊子の回答冊子の後ろに載ってるんで初めてその場であ何年度の問題かっていうにそこで見るんだけどあのちょっとそれは初見に近くなっちゃうんだけどねあのまあ去問は皆さんやっているだろうということで、えーまあ、その場で解説をすると。と、は、答、いえー、連問題のほかに答連問題に関係するいわゆる参考過去問の解説もしますし、えー、添削もします。 とを作っていただいて構わないです。あの、他の先生、ひょっとしたらここまでされないかもしれませんね。で、なぜかというと、あの我々のそのエルゼミースペシャルという講座で受かってた。合格者からですね。過去問は是非とも解説をしてください。と毎年合格者に言われるんですよね。だから受かる人達ってのは過去問がどんだけ大事かっていうことが分かっているので。 えー、時間ないと思いますけど過去問どうか説明してあげてくださいというのは毎回言われると、まあ、それを私もなるほどということで毎年、えー、説明しているわけです解説しているわけです、はい、で今回の講座でも春季生の方でもやりますと、はい、で添削もしますとで参考去問の,の答案っていうのは当然あのその場で初めてその問題を見るので、えー、答案を作る時間もないので、えー、こちらはね復習した上 上で次の回までに自宅で作成してきてその次の回で提出してもらうということにします、はい、ということで、えーまあ、こんな感じで進めていきたいと思いますもう一度言いましょう、えー、定員は30名程度で先着順ですので、えー、早もが勝ちしですのでね、えー、お申し込みを早めにご検討いただけるといいと思います そして我々は5月の24日月曜日から7月の12日月曜の夜になります。えーまあ、ご予定も見てね欠席ウェブフォローもつきますから、えー、生出れないという方もご自宅で見れますのでそれも併せてご検討くださいというところです、えー、おそらくこのウェブ皆さん今ご覧になっているところにほか、えー、いろいろ詳細も書いていると思いますので ぜひご検討いただければ幸いでございます。はい、ではよろしくお願いします。